こんにちは、ティーザックです。今回はひまわりの刺繍のやり方をお教えしますね。基本のひまわり、応用したひまわり、葉っぱをつけたひまわり、3つのやり方をまとめましたので、ぜひチャレンジしてくださいね。お好きな大きさの丸を描くところから始めましょう。この丸がひまわりの直径の大きさになります。動画内では直径2センチのひまわりを作っていきます。3つのひまわりを作るので丸も3つ描いておきます。真ん中にひまわりの中心部分の丸を描き込みます。このような丸定規は一つあるととても便利です。私はつまみ細工用のものを購入してみました。真ん中の丸に格子状の線を描きます。縦2本、横2本描いてください。このように下書きをしておきます。真ん中の丸の大きさが小さすぎるとひまわり感が薄れるので注意してくださいね。最初にひまわりの真ん中部分を刺繍していきます。格子内の小さな四角を一つずつ埋めるステッチをします。四角い枠の左上から糸を出し、対角線上の右下へ針を入れます。四角の真ん中に斜めの線ができましたね。次は四角の右上から針を出します。この糸を対角線上の左下へ持っていき、針は真上から最初の糸の下を通すように入れます。今左指で固定している糸には大きなループができています。そのループの真ん中を通るように針を出して糸を引き締めます。こうすることで結び目のようなステッチができます。出ている糸は四角の左下へ通します。こちらで一つの目が完成しました。クロスを作るようなイメージで刺し進める感じです。最初のクロスは何も考えずそのまま糸を引き締め、2回目のクロスは下の糸を絡めてから糸を引き締める。ループの真ん中を必ず通ること。真ん中に結び目のようなステッチができたら正解です。このステッチを計9つ作ります。初めて見るステッチだなと感じる方も多いと思いますので、動画を見ながら一緒にステッチしてみてくださいね。このステッチをするとひまわりの真ん中の小さな点の集まりがしっかり表現できますね。こ
ちらで真ん中部分は完成です。刺繍糸は裏面のステッチに2から3回絡めてからカットしましょう。次はひまわりの花びら部分の刺繍をします。まずある程度ステッチの下書きをしておきます。中心から出る縦と横の線をまず書きましょう。そうすると4つのブロックに分かれます。1つのブロックの中に3本均等な線を書きます。この線を4ブロック分書いておきましょう。そうするとこのような放射線状の線ができます。せっかくなので3つのひまわりはそれぞれ違う黄色で刺繍してみますね。ひまわりの花びら部分も4本取りで刺繍をしていきます。刺繍糸は束から1本ずつ引き抜いてからまとめます。こうすると一つ一つの糸がしっかり分かれているので刺繍をした時の仕上がりが綺麗になります。針に通しにくい場合は糸通しを使ってくださいね。糸の先端は玉留めをしておきます。基本の花びら部分はダブルレゼーデージステッチで仕上げます。まず軸となるレゼーデージステッチを作ります。最初に針を出したすぐ横から丸の外側の白い線へ向かって針を入れます。この針に糸をくるっと巻きつけ針を引きます。そうすると丸い輪のステッチができます。丸を固定するために今出した糸で留めのステッチをします。これがレゼーデージステッチです。さらにこのステッチをくるっと囲むように大きなレゼーデージステッチをしていきます。針の先端は先ほどのレゼーデージステッチの少し上の箇所に出てくるようにしましょう。だいたいこんな感じです。また針にくるっと糸を巻きつけていきましょう。縦長い丸の輪が2つ重なったように見えますね。これがダブルレゼーデージステッチです。このステッチを線の上にぐるっと一周作っていきましょう。綺麗な丸いお花にするポイントは外側の丸に沿って針を出すことです。一つ一つの花びらを丁寧に仕上げていきましょう。少し早送りして工程をお見せしますね。見ての通り
私は刺繍枠を結構動かしながら刺繍します。刺繍枠をくるくる回転させながら自分のステッチがしやすい向きに変えているんですね。ワンブロック分が仕上がるとこのようになります。くるくる回転させながら刺繍をするので留め具が下向きに来ています。常に針を上向きに引けるように無意識に調整しているみたいです。皆様もそれぞれ刺繍がやりやすいと感じる刺繍枠の使い方があると思います。刺繍をしながら見つけていってくださいね。半分できましたね。ダブルレゼーデージステッチをすることでひまわりのギュッとまとまった花びらのように見えますね。4本取りで刺繍をしていますが、お好みで本数を調整していただいて構いませんよ。自分の中で可愛い比率が見つかれば大成功です。そうそう、このひまわりの刺繍に合わせたくてネイルもひまわり色にしてみたんです。黄色は目から元気をもらえますね。これを見てくださっている皆様にも元気のお裾分けができていますように。基本のひまわり刺繍完成です。基本だけでも抜群に可愛いですよね。裏面のステッチに絡めてから糸を切ります。ステッチが詰まっている箇所に絡めてくださいね。2つ目は応用編をしていきますね。少し濃い黄色の刺繍糸を使ってみます。基本と同じように刺繍をしていきました。ここで糸は切らずに進めます。花びらの付け根のところから針を出します。くるっと空中で輪を作り、最初に針を出した左側に針を入れます。付け根にクロスを作るイメージですね。このクロスを留めるように小さなステッチを糸の上から下に入れていきます。この時花びらの長さに合わせて輪の長さも調整してください。糸を留めるステッチを入れたら立体的なふんわり花びらができます。このようにふわふわとした花びらが一つできました。このステッチをぐるっと一周していきます。なるべく間隔を詰めて輪のステッチを入れるとひまわりらしさがアップします。なかなか文字だけでお伝えすることが難しいので、
画面を見ながらゆっくり覚えてくださいね。基本のひまわり刺繍と応用のひまわり刺繍、どっちが好きかな？応用のひまわり刺繍は立体的な刺繍がお好きな方におすすめですね。お洗濯を頻繁にするものに刺繍するときは基本のひまわり刺繍の方が扱いやすいかもしれません。このふわふわな花びらが私は大好きです。お次は3つ目、葉っぱ付きのひまわり刺繍をしますね。先に葉っぱをフリーハンドで描いておきましょう。ひまわりの葉っぱは少し丸っぽい葉っぱですよね。お好きな位置に葉っぱを描いてくださいね。中心部分を刺繍した後は先に葉っぱを仕上げます。今回は2色の葉っぱにしてみます。葉っぱの真ん中の線を描いておきます。はサテンステッチをするので2本取りです。葉っぱの真ん中先端から針を出し垂直にステッチします。右側から針を出し同じ針穴へ針を入れます。左側も同様に同じ針穴へ向かって針を入れます。次は右側から針を出し今入れた針穴の少し下に針を入れます。左側も同様に同じ針穴へ向かって針を入れます。この工程を繰り返しながら葉っぱを仕上げます。これが簡単な葉っぱのステッチです。どうでしょう、葉っぱらしくなりましたよね。ここも裏側のステッチに絡めて糸をカットします。右側の葉っぱも作りました。今度は薄い黄色で刺繍してみますね。ステッチをするときは葉っぱに重なる部分ができます。葉っぱのステッチの上に重ねるようにステッチしてみてください。こうすることでひまわりのお花が葉っぱよりも前にあるように見えます。主役はひまわりのお花なので
目立たせてあげましょう。少しステッチがしにくいと思うので、手を怪我しないように気をつけてくださいね。基本のひまわり刺繍に葉っぱがつくとこんな感じです。応用していきましょう。応用編完成です。3つのひまわり刺繍はいかがでしたでしょうか。夏のひまわり刺繍、ぜひチャレンジしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。お家でひまわり刺繍をして夏を満喫しましょう。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。